はい、どんかくんです。ということですね、今回は、第1回聖地ロボカ交流会、の様子その2の方実況解説していきたいと思います。右側、今サーブ打ちましたのが、前回に引き続きマルチさんですね。スリーブも一緒なので、おそらくデッキは、同じくカラスの上前じゃと思います。一方、左側、左側ですね、今回、袋谷学園、まあ出てませんが、袋谷学園を使う、マルちゃんさんですね。マルちゃんさんの方は、まあ、DPCS 何度か出ているので、まあ、入賞経歴は、まあ、表示している通りです。はい。ということで、赤足でレシーブさん、あんまり手札的には良くないのかなとは思いますが、はい、見えましたね。はい、及川透が入ってます。はい、及川透でトス。さあ、及川透ね、かなり奇襲をかけれるんじゃないかなとは思いますが、まあ、この二人お互いの多分デッキの構築だいぶ知っているので、あまり奇襲にはなっていませんが、僕的にはすごい奇襲です。はい。捨てたのが、インナースパイクですね、おそらく。はい。で、プラス1して、さらに僕取って、さらに手札捨てて、すいません、見えてませんが、捨てました。まあ、これでね、2枚捨てれているので、さっそく深白エースを持っている時なんかは、まあ、速攻で効果発動できるといったような感じです。はい、6点を、第3で、を使って、第1弾で第1弾を使ってレシーブ。で、影山、で、日向丹後島で、デッキを落としていきます。そして、ブロックして、今数値足りてたのかな多分、2で、多分足りてましたね。はい、足りてたと思います。続いているので。さあ、相手レシーブドロー。さあ、さっきから無駄にカードを使ってしまっているので、ちょっと厳しそうですが、はい、ここでワンドロー。お互いワンドローして、ただ手札枚数が多分足りないんじゃないかな、足りてないですね。はい、置いておいてブレイクしました。さあ、ガッツを貯めたいようです。さあ、1セット目は、マルちゃんさんが取りました。さあ、フクロウナニのサーブですね。まあ、ここサイマステールを置いとくっていうのはすごい良くて、なんでかって言いますと、まあ、サーブで6段のレアのボクトをサーブに置いて、コノハで、あ、これですね、これを置いて、ここでコノハで5点っていう動きができないので、まあ、ここで2枚目のアクションを置いといたというのはかなり良かったんじゃないかなと思います。はい、田中さんでレシーブで、菅さんでトスで、日向丹後島で、またデッキをお互いに落とします。はい、で、ここで、田中の公開ですね。11段ノーマル田中の公開です。まあ、レシーブキャラにいるときに、アクションエリアのカード2枚ドロップエリアに置くと、このキャラをアタックエリアに移動して、アタックポイントプラス2なんですが、まあ、確かに5点にはなるんですが、まあ、アクションエリアを吐いてまで5点にする意味っていうのが、ちょっと袋を何相手はあまりないので、まあ、やるんであれば、例えば1ポイント2セッターがあるような状態で、まあ、ワンポイント2セッターじゃなくてもいいんですけど、もっと打点が上がるような状態でやりたかったのが、まあ、本音ですね。はい。で、笹深白いやつですね。はじめにインナースパイク捨ていたので、インナースパイクと、多分足を、違うな、なんだろう、足かわしかな。はい。まあ、ちょっとすみません。見えませんでしたが、2枚手札に加えました。さあ、レシーブ、はい、サルクイですね。そうです。さっきも話したんですけど、わざわざアクションエリアを吐いて5点にしても、このサルクイの効果が起動するんですね。まあ、4点のままだったら、効果が起動せずにサルクイだったところが、サルクイの効果が起動してしまうことによって、手札が、まあ、ないというか、手札を補充しながらですね、拾うことができてしまいました。で、さらに赤足ですね、かなり強襲というか、なんか追い打ちをかけてきますね。ちょっとアクションを2枚ドロップしてしまったのが、ちょっと痛いかなというようには見えます。はい。で、赤足で、すいません、また回収したカード。ちょっとドロップ、今回見えてないので、いつもの大会とは違ってですね、僕が結構近くにいるわけではないので、いつも大会でも近くにいないことは多々あるんですが、はい。で、まあ、とりあえずこれで、僕とで、アタックでちょっと4点ですかね。あんまり、動きとしては良くないですが、まあ、ちょっと右側のアクションがね、ないおかげで、まあ、回収、まあ、手札補充っていうのは、できたのかなと思います。さあ、右側。ちょっと悩んでますかね。4点はあると思うんですか。さあ悩んでます。さあ悩んで。何も出さないのかな。何も出さないわけないんですよね。なかなか出さない。ちょっと考えてますね。んー、ちょっとまだカラスの上前での構築は読み切れていないので、あ、はい、田中さんですね。はい、また田中を出しました。おそらくですね、はい、100点の1点だで、プラスしましたかね、おそらく。好きなポイントにプラス1して、それ以外のキャラから、2ガッツ払うと、ドロップエリアのキャラカード1枚を回収できるっていう、まあ、意外と便利な子です。で、おそらく田中にプラスして、菅原から2ガッツ払って回収しますよっていう宣言を今しましたね。はい、したと思います。したことにしましょう。2枚、何か、2枚じゃないですね、1枚。何かこれ、はい、日向丹後島を加えました。で、平田の牛島を出して、お互いにまた1枚ずつドロップ。
で、アタックに照島ですね。はい、これで3点ですかね。3点です。手札が3枚ですかね。ちょっと見るに軽く見えた感じ、今アクションだらけっぽいですかね。アクション2枚持ってるっぽいですね。はい。さあ、僕とさんにレシーブ。で、赤足で、トス。さあ、今回は2ガッツある状態で MVP 赤足ですね。はい、さらにこの派でプラス1、かなり理想的な動きができてます。さあ、インナースパイク持ってれば強いですが、多分さっきのターンインナースパイク出してるので、このターン持ってますね。はい、持ってますよね。はい、持ってなきゃ2枚目、さっきのターン出せないですからね。はい、ここで5ガッツ払います。さあ、5ガッツ払って、一応赤足の効果先宣言していると思うので、赤足効果、僕と効果で、7点のこの派含めて8点ですね。はい。これで8点の、お手手負荷じゃないですね。レシーブのトスが、あ、今、レシーブドローしましたかね？したんですかね？ 1、2。あ、してますね。大丈夫です。これでレシーブ4以上の効果発動しないので、この西の矢の、プラス3するっていう効果が今使えませんでした。で、なので、つかめかな？つかめでプラス2して2枚吐きってワンドロー。さらに第1弾発動して、プラス2で、無理やり8点まで持っていきました。まあでも、手札の消費枚数的には多分変わらないのかな。はい。変わらないので、まあそんなに痛くはなかったかなというような感じですね。もしこれ7点でいくと、あの西の矢使えないとめちゃくちゃ痛いんですけど、まあ8点だったので、まあ手札の消費枚数的にはまあ変わりませんでした。まあ拾えていたので良かったかなと思います。はい。影山ですね。懐かしいですね。初めのスターターですね。トスに出た時に2月払ってワンドローですね。今ワンドローしました。アタックに出すのが、またテルシマですね。はい。これで4点ですかね。はい、4点です。さあ、マルちゃんさん。今、インナースパイク打ってないんですよね。インナースパイク、あ、打ってないので、ブロックしに行くようです。はい。多分、和紙を捨てましたね。はい。和紙を出して、和紙を捨てて、4点です。で、相手手札がないのかな？噛み合わないのかな？ブレイクしましたね。はい。まさにこれちょっとアングルもうちょっと上から取ればよかったですね。ちょっと今反省してます。はい。次回こう生かしていきます。はい。ということで、今、マルちゃんさんが2セット練習してます。はい、赤足1点。まあ、できればサーブエリアは僕とが良かったですね。っていうのもですね、まあ、僕とがいつでもいる状態を、まあ、作れればあまり関係ないんですけど、120% を、まあ、なんていうんですかね、相手のアクションが多い時に、とりあえず 120% 打つしかないな、みたいな。で、打ってブレイクだな、みたいな時に、サーブエリアの僕とにプラスしますって言えば、相手のアクションを破壊できるので、まあ、それで、まあ、状況を作っていくというか、まあ自分のペースに持ち込んでいくっていうのは一つ重要なのですが、まあ、赤足もまあ多分問題ないでしょう。僕とさんがずっと出てくれればいいんです、アタックエリアに。はい。ということで、そんなことを言ってる間に、俺にトスを持ってこいですね。影山でどっちも効果発動しないのですが、まあおそらくもう一個の効果ですね。アクションカードを回収するという方の効果を使っていきました。まあ、第3回収しとかないと、すぐ赤足、インナースパイク7点って言われるので、多分それ対策ですね。はい。で、ひなた&牛島で、またデッキ。お互いに落として、で、トスが影山なので、日向が移動。これで5点ですかね。なんか使えますかね。5点っぽいですね。はい、5点です。はい、レシーブドローします。はい、ドロー。さあ、袋オダニン側はもっと、イケイケで押していきたいですね。今、さっきサーブしたので、さっきとは違ってインナースパイク打てるんですよ。5月ぴったし合うので。なので、ここはしっかりインナースパイクと赤足を決めていって、くと、まあ、かなり相手としては苦しい展開になってくるのかなとは思います。まあ、第1弾を回収してはいますが、まあ、とはいえって感じなので、はい、120%、5点が拾えなかったですね。ボクトで、多分レシーバー引いたいですね。で、120%2 枚重ねて拾いました。で、赤足の、インナースパイクを持っててよ、持っててよ、さっき解説したから持ってて、あ、この葉使いましたね。プラス1。はい、インナースパイク持ってました。はい、5ガッツ払います。そうですね。5月ピット、赤足の効果を先に宣言してるのかな。はい。とりあえず5月払ってください。はい、払いました。これで、1、2、3、4、5、6、7のこの入れて8点ですね。はい。8点という宣言がされました。8点。しかも、レシーブの4以上負荷ですね。さあ、拾えるのか。手札少ないし、1枚第1弾でもきつそうですが、拾えなかったですね。中でなんか手札から道宮かな捨てたんですが、残念ながら拾うことはできずですね。はい。ということでですね、その2の対戦は、マストレートですね、マルちゃんさんの袋谷学園の、勝ちでした。ということで次回その3もお楽しみに。